吸ってください。吐いていきます。かって、足が短いのかな。おハピセラ TV。 硬いんだろうね、体がね。体が硬い。うんね、こんなだったっけ。さ、前もさ、フーレしたりしてたじゃん。何年前？いや、そんなもっと経ってるよ。うん。多分私がまだサロン始めて。あ、こっちやってない時だね、まだね。そうだ、あっち側の時だ、アパート。アパートの時よりもっと前だよ。事故ってる時、椎名さん。事故ってる時だったらもう6年前だわ。でもそんなもんなんだ、6年前か。そうだ、事故った時に、そうだね、やってもらって、まずこのブツブツあったじゃん。あ、そうだ、ブツブツ、おできね。あれ、声優治ったよね。治ったの、またさ出てきちゃったんだよ、ね。え、なんで？別に何て言われても知らないけど。なんで？皮膚科に行ってもさ、何もしてくんねえからさ。うん、そんなほっときましょうって。じゃあもう一回つければいいじゃん。何をそうなって。あれさ、ワセリンとテイトリーだけなんだよ。テイトリーでしょ。そう、前もらってどっかにやっちゃったの分かんない。だってそれ塗って取れたんでしょ。病院皮膚科の薬は取れなかった。テイトリーってさ、ほんとすごいよ。テイトリーすごいよね。うん、私さ結構直塗りしちゃうの、めんどくさいし、まあいいや、平気だからと思って。でさ、口内炎、口内炎も効くの。口内炎何度も治してる。痛いじゃん、ね、で2、3日治んないとさ、どうしよう。もうでもなんか、そう、なんかやっぱ薬もらわなきゃダメかなと思うじゃん。手に精油そのまま手につけてからプッと塗るんだ。そう、指にちょこってやって塗るの。あ、そうだ、ティートリー塗ってみようと思って、ね、塗ったら翌朝平気なの。いいね。うん、置いときなよ、無印とかにも売ってるし。無印とかのでもいいじゃん。うん、何でもいい、 100% だったら。値段なんてあんま気にしなくていいから。あの、大体はちゃんとしてるから、ね、そういう系だったら全然いいし。うん、うん、そう、あとなんだっけな、ティートリー。そう、多分じゃないな。だから、あの、マスクとかにつけとくと、あれ、コロナ。うん。こっちの方が来る？左足の方が来るね、両方。あ、同じことやられても左だけ反応がいい。そうだよね。もしかしたら電部も来るかもしれない。え？左の電部もしかしたら。電？あ、電部ね。うん。よいしょ。こっちの。え？お尻ね。うん。面白くないお尻だね。面白くないの？面白くなくない？うん、ネクスト。腕でバランス怖いからさ、ベッドの上だからやってて、いや、こんな感じなんだろうなと思って。あ、そんな感じ。うん、でもなんか疲れた。やんないんだよね。うん、だって腕ずっと上げてなきゃなんないんだもん。そう、俺もお客さんのところベッドが高い人がいて、うん、もう硬すぎるから出し入れやよ、足踏むだけで天井に手をついて、はいはい、天井に手をつきながらやったことだ。うん、あ、これはいいな。言ってたよね、疲れるよね、手が。うん、そう、疲れる。だから風で考えた人はやっぱすごいなと思ったから。まあ、あれもやって慣れてくるんだろうね。うん、最初はね、やっぱりだから自分のため体感良くなるっていうのは絶対それはあったし、痩せたし、
え、右腰？あ、お尻って言ったのか、さっき。こっちの方がお肉が。ことなさそうだね。そうかもね。硬いままだとね、やってて緩むと、あ、大丈夫だなって感じ。うん、入ったね。はい、行きまーす。はい、入ってくださーい。違うのやっぱ。ついてきた。なんで足がそこまで上がっちゃうんだよ。はい、じゃあ、オッケー。大丈夫？はい、側筋圧迫します。よいしょ。え、どっちが乗った今？私？分かんない。まあでも、どっちかなったら俺もらうけどね、すぐ。なんか。うん。でも、あれみたいな、いいんだよね、なんか。
お腹で会話するとか言うんですけど、骨尖ってこの前。何それ。なんか、うん、ケルガーがお腹鳴ってくると、うん、セリジュスちゃんもお腹鳴ってきて、お互いこうお腹で会話してる。なんだそれ。特に反応がわからない人には、うん、あ、腸の動きが、うん、まあ腸と脳つながってるとか言う人いるからね。うん。平気か。これ大丈夫。大丈夫。つまんないな。大丈夫だとつまんないんだな。そうだよ。よいしょ。うん。え、大丈夫なのこれ。大丈夫だね。なんで？硬いけど。硬いけど、大丈夫だね。ちょうど気持ちいいぐらいな。あ、そう。あれ俺こんなに行くっけって思った今もうちょっと行ってほしいんだけどね。もうちょっと、うん、手が邪魔してるのだって。いや大丈夫、うん、俺がこうなってたら行くとかじゃなくて、うん、じゃなくて、はい、うん、じゃない。大丈夫。大丈夫くないけど気持ちいいよかったよかった。腰が悪い人が最高。うん。これも無理にはやんない。うん、その人の可動みたいな、うん。はい。じゃあ深く吸ってください。はい、入っていきます。カット。できない。硬っ。そうだ、これがめちゃめちゃ硬いです。私あんな風に鳴らせない。ああ、これは鳴らないな。まず柔らかくしてもらってからじゃないと。よいしょ。ね、椎名さん鳴らせる人いるの？あ、いるいる。あ、いるけど、すごい人。すごい人。パワーがある人。とテクニカルな人。うん。だからもしかしたらフーレをもっとバーって揺らして、あ、緩めてから、ね、緩めてやったらまた違うかもね。ちょっとねじれ系だとちょっとまた違うんだよね。あ、そっか、ねじれてんだね。そう、ねじれてる、うん、それっぽいよね。こっちも大丈夫か。またつまんないつまんないとかで決めないでよいしょ。硬いもんね、この角度でも。これも硬いか。硬いな、硬いだろうなって感じる。全然わかんない、まあ、だって結構グーって上に来てるから柔らかいのかなって感じる。そうでもない。うん、やってて気持ちよくないんだよね。そう、もっとここがもっとくっつかなきゃいけない。このぐらい。ああ、そうなんだ。うん。抵抗があるから。無理しない。そこまではいいかね。あ、しゃがんねえ、元さんとかでもさ、ちょっと次の一歩がさ、すごい遠い時あるんだけど、上がんねえ足みたいな。うん。上がんねえと登れねえんだけど、みたいな。うん。そうね。よいしょ。はい。行きますよね。これは息が止まるわ。え、でも行ってるよね。うん、可動域はね、硬いんだろうけど、股関節自体が全部が柔らかいんで、行くわ行くわ。まあ、でも筋肉は硬いね。椎名さんはね。はい、深く吸ってください。
吐いていきます。カットつかないんだもん。つかないよ。つかないよ。つかないね。足が短いのかな。おい、そのせいで短いけどさ、そう短いけど、つかないが、ここはつかないから、足が短いからつかないけど。そうそう、そうそうそう。まあそういうことにしたらいいな。はい。あ、そっか、肩もやんなきゃならないんだよな。なんだ、フルでやってんじゃん、これ。フルだよ。ネクスト。締め？締め？締めだか分かんない、何か言われてんの。よいしょ。え、肩回りだよ、肩回り。ああ、肩回り。触ってみよう。ちょっとタオルが欲しいんだけど。でもいいか。うん、あ、これ枕外すの、私いつも。うん、私が硬いかどうかチェックして、硬いのか柔らかいのか、うん、自覚は硬くないんですよ、全く。うん、ガチガチではないけど、ないないのか、うん、でもなんかこう、あ、緩んではないよ、ね、まあその感覚が正しいのかもね、うん、こう入っちゃってるし、ね、入っちゃってるよね、それは、それはわかる。だからあとはそこは硬いもんね。だからさっき言ってたここ、うん、痛いです、うん、あ、痛いよね、うん、痛いです、相当痛いです、痛いよね、痛いです、なんか違う痛さです、はいはい、え、やる、やる、いや、いや、やない、やない痛さです、はい、あの、つねられてるぐらい痛いです、やっぱ痛いよね、めっちゃ痛いです。でもさ、それをゆっくり、ゆっくり取っていくのよ、私は。ああ、ゆっくりね、まあ、時間かけてね、うん、そう、だから今すると緩んでくるよね、そう、うん、だから時間ない、ああ、なるほど、うん、と やるとやばいよね、うん、時間ある時じゃないとできないもんね、そう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 。あとこうやってさ、慎吾さんが言ってた表裏一体で、うん、私絶対触るんだけど、うん、鎖骨したでしょ、はいはい。で、あとここ、あ、全然広がってんじゃん、最初から。え、どういうこと。え、広がってる、うん、え、どういうこと、広がってるっていう表現が分からん。え、ここキュッてなってると、あ、もう硬、ね、いじゃん、うん、これなってないでしょ、うん、また下がっちゃってるでしょ、そうだね、あの肩こりとかないんですけど、気持ちいい感じ、いや、なんかやめてって感じ気持ちよくもないし、うっそよ気持ちよくない、気持ちいいよ、ここ。気持ちよくない、俺は。え、こんなとこ触るなんてって言われるのよく。気持ち悪いけどね。やだ。やだ。なんでよ。なんかやだね。これ。そこはまだね、僧帽筋の上部は。でもあんま好きじゃないけど。え、ここと、ここの硬さ取んないと、首の子でも平気なんだよね。うんうん、だって肩こりないんだ。じゃあいいんじゃない諦めんな諦めんな、うん、いや、だって平気だよ、うん、あ、首はさすがに気持ちいいよ、うんうん、基本さ、こう痛くないのが幸せってことじゃん、うんうん、そうそう、うん、だから平気な人には、うんうん、あ、気づかない方がいいですよって言って、うんうん、痛くもないのに痛いでしょ、そうそうそう、とかさね、言う人いるけど、言って、うん、時間稼いで延長しましょうかとか言うんでしょまあそういう人もいるわなって、うん、テクニックでね、そう、延長テクニック、延長テクニック、いってー、これね、いって、いや、どうする、いや、どうするって言われてもいいよ、もうそ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 う、そうね、平気なんだもんね、うん、平気だね、平気なんだもんね、うん、うわ、そこ超気持ちいいな、でもここ。あ、ここ、全然じゃないよ。アトラス、アトラス。うん、あの、ほら、なんとか神経でしょ、あの、なんだっけ。自律神経のさ。うん、そうそうそう。うん、ね。あとこの、そこは詰まるわけですよ、みんな。そうなんですよ、うん。ここはね、こうやってね、広げなきゃいけない場所なんですけど、うん。そこだって気持ちよくない人いないじゃん。100% 気持ちいいじゃん、うん、まあ、そうだね。うん、まあ、そうなんだけど。こうやって
伸ばして、おいいね、この技いいね、うん、で、あとこれね、うん、側頭筋時間あると、30分ぐらいやってるのかな。ああ、いいね。頭30分中にやるでいいじゃん、最高じゃん。30分じゃないよ、30秒。ごめん、間違えたな。なんだよ。30分やるからすげえなと思ったら、30秒短っ。側頭筋もうちょっとやる。側頭筋でも1分ぐらいやったんだけど。ああ、そういうことね。そうそうそう。あ、そこだけの話ね。そうそうそう。側頭筋ね。30秒ちょうどいいよ。うん。うん、で、こう、あ、耳ね。耳やるんだ。はい、耳、はい、ちょっと開けて。そう、耳触るよ。耳に110箇所の、聞こえた今？全然聞こえない。体の3分の1のツボがあるんだよ、耳。ああ、耳ね、200何個じゃなかった？ん？耳ツボの数110じゃなかった？もっとある。 体全体で300いくつでしょ？うん、そうそう、うん、だから360いくつか、3分の1はあるって。耳つぼいっぱいあるもんね。耳、うん、あ、でも耳気持ちいいわ、うん、あとここあんまみんな触らないんだよ、これ、うん、こむくみ、痛い痛い、そこ超痛い、超痛い、ね、超痛い。この辺はむくみと、むくんでないし食欲が、むくんでない、痛っ、なんかね、刺されてるみたい、なんか針に、すごい、じゃあつぼ、え、何それ、こう、ここはなんかむくみ、むくんでないって、なんか食欲減退のツボと、食欲減退してない、あともう一個なんだっけな、いったー、ちょっと後で調べよう、うんうん、鋭いね、そこ、そうかも、そうなんだ、あ、びっくりした、そんなに痛がる人いない、あんまり、そんなに痛いわ、なんかおかしいんじゃない、シナさん、もともとおかしいからね、そうだよね、そうだよ、出ちゃうからあと、こうやって額からこれやると喜ばれる、まあそれね、気持ちいいでしょ、気持ちいいね、気持ちいいよね、ここね、神経ライン、神経ツボがあるんですよ、そうね、そうそう、前頭筋の、前頭筋、はい、ね、ハゲ予防にもいいね、うん、そうそうそう、でこうやって頭まで私触るから喜ばれる、いや絶対必要なんだよね、うん、満足度絶対上がるじゃん、でしょ、うん、ちょっと最初に やれてたの忘れて、こうやってだから後ろも、ね、全部触るの、はいはいはい、後頭筋と側頭筋と、ここ出したばっかりだよ、うちのチャンネルで、そう、全部触りましょうみたいな、うん、耳も触りましょう、あと頭のも、うん、触れないとこない、そう、触れないとこない、全部触る、そう、うん、全部さ、頭皮で筋肉覆われてるからですね、うん、緩めてあげましょう、で、ここね、はい、この髪、この髪、ね、こう最後ね、あれ、この髪どこ、シナさん、遠くない、そよ、よ、顔がでかいっていうことでしょ違う、だいたい目尻のすぐこの辺にあるんだけど、シナさん、ここなんだよね、あ、そういうことね、うん、うん、で、これをじわって離してあげるの、うん、ね、で、さ、まあ、これは太鼓式の儀式なんだけど、まあ、普通にこうやって全然映ってないしよいしょ、はい、ね、あんま揺れてるの、ちゃんと、はい、はい、じゃあ腕を掴んで力を抜いてください、はい、はい、吸って吐いて吸って吐いて、吐いして、よいしょ、はい、はい、そのまま前屈してください、あ、これは大丈夫なんだ、え、これいけるじゃん、全然はい、起き上がって真後ろに腕を持っていきますね、滑る、痛い、腕が痛い滑った、私が、はい、伸ばします、はい、伸びない、え、
なんでそんな伸びないの。え、伸びてないのこれ。もう伸びてない。はい、力抜いてください。ああ、ちょっとそんなちゃんとしてないね。いや、ちょっとしてないっていうかさ、もうちょっと、ちょっとでいいって言ってるのに、なんか、こんなで全然、ね、ちゃんとしてないって言われてもすごいね。え、ロングバージョンになっちゃうわけね、それね。うん、違うよ。だって基本今70分でやってるんだけど、60分のやつを、うんうんうん、今何分ぐらい落としたんだろう。ねえ、分かんない。40分ぐらいかな、うん、はい、お疲れ様でした。ネクスト。はい、感想です。感想です。はい、いや、伸びたね。何が。え、これであのまだ全然あれなんですって、あの短縮バージョン。短縮バージョンっていうより急ぎバージョンだから、もっとその悪いところの、あ、もっとね、スカーツは、ね、そうそうそう、やったり。だから椎名さんの場合緩まない、緩みにくいから、もっと足踏みとかストレッチは毎回足踏みだな、もうちょっと長く、ね、もうちょっと揺らしてからをもうちょっとやりたい。スカーツを深しいやつだけなの、うん、そう何言いづらい。いいや、椎名さんの言い方でいいよ。深層筋を狙うみたいなね。深層筋、そう、深層筋を狙うやり方。そうかそうか、うん、うん、でもすごいいい、満足度は高いと思います。そうですか、うん、ぜひ皆さん受けてください。はい、じゃあ疲れた。店の名前なんだっけ。暑い。え、フレレフアって言います。フレレフア、チョウチョ。チョウチョ、チョウチョなんですよ。ハワイ語でチョウチョ。ハワイ語なんだ、うん、へえ、そうなの。世田谷区ね。そう、世田谷区。駅何。ね、千歳烏山、京王線です。あ、京王線の千歳烏山、はい、準特急が止まる駅です。うんうんうん、早いよ。あれだよね、完全個室になるんだね、うん、もう、1セラピスト1名だもんね。1名で、うん、やってます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とボタンお願いします。お願いします。